死に山城の戦い、死に山城の戦いは、天正五年、1577年10月5日から10月10日にかけて、織田信長に対して、謀反を起こした、松永久秀の居城死に山城で行われた、工場戦。別名、松永久秀討伐戦とも言われている。松永久秀は、三好長慶の没後は、老いの三好義継を擁立し、 三好三人衆と三好氏の実権をめぐって争ったが、織田信長が上落するとこれに侵入し、機内における三人衆との抗争を優位に進め、自身は、大和の支配を引き続き任されていた。ところが、室町幕府十五代将軍、足利義明が信長と対立し、諸行に、信長討伐を働きかけると義継と共に、信長方囲網に加わり、摂津や河内で勢力を振るった。 結局この動きは信長に抑えられ、義明は追放、義継は自陣に追い込まれ、久秀は許されたものの、山との支配権を花は直政に奪われてしまう。その直政は天正四年、1576年5月3日、石山合戦で指揮を取るも敗退し、討ち取られてしまった。久秀にとって次の死後が誰に決まるのか気になっていたが、信長は、久秀の宿敵、 つ井い淳を守護に据えた。以前の尻山城の戦いや東大寺大仏殿の戦いでは、三好三人衆と共々対戦した相手である。信長の上落後は、両者は同格であったが、守護となったことで、立場が変化した。信長として見れば、久秀は和睦したとはいえ一度裏切っており、淳慶の守護は当然のことであったが、久秀にとっては当然不服ある措置であり。 直後の謀反の大きな原因と考えられている。また、淳慶は、かつての久秀の支配の重要な拠点であった、多聞山城を破却するなど、松永氏の勢力の削減を匂わせる行動に出た、ことも、久秀の政治的な危機感を強め、謀反へ向かわせる一因となったと思われる。翌天正5年、1577年8月17日、石山本願寺攻めで詰めていた。 天皇寺取を焼き払い、息子の松永久道を引き連れ死に山城に立てこもった。この時、和州諸将軍殿には、騎馬三百よその勢い八千四人とかなりの軍勢だったと思われている。上名人、金星式城郭建築の祖と呼ばれている久秀は、翌日より死に山城の補強工事を開始している。久秀は二つの木山があったと思われている。 石山本願寺に立てこもる賢女、上落を目指す上杉天心である。賢女軍は、先の合戦で、花は直政を討ち取り、第一次木津川口の戦いで、毛利氏から武器、食料も補給し軍事力は強大。上杉軍は二万の軍を率いて、上落を目指し、賢女の命により加害後一騎衆は、ゲリラ戦法で、柴田勝家軍の行く手を妨害し、上杉軍を、 側面から援助している。久秀が単独で信長を倒すことは難しいが、三者は何らかの密約、繋がりがあった可能性を、戦国合戦大時点は指摘している。信長はこの時安土城におり、謀反に驚いたのか、老後である久秀を惜しんだのか、堺の大官、松井勇官を使者に立て死山城へ向かわせた。この時の様子は、織田軍記によると、 と記載されている。一度ならず二度まで裏切った久秀に対して、異例の処置であったが、久秀は、信長の誠意ある説得にも拒絶した。これに憤慨した信長は、同年9月後半頃より、筒井順慶、明智光秀、細川藤孝を出陣させ、法隆寺へ婦人、茂山城の先軍とした。同年10月1日が、織田軍は、茂山城の市場となっていた片岡城を、 約五兵で向上。これに対して、松永軍は、海老名勝政、森秀光らが率いる、約千兵で防御した。この時の戦いの状況を、多門院日記では、と記載されており、津津井隊にも、かなりに戦死者が出たようだが、松永軍の有力武将である、海老名、森を含む百五十余が討ち死に、片岡城も落城してしまう。この時信長に、 同年9月23日手っ取り川の戦いで大勝利した上杉謙信であったが七尾城から動こうとせず新軍が止まったとの報告が同年10月3日に柴田勝家から直接安土城に入った。謙信がなぜ新軍を止めたのか諸説あるが豪雪を恐れたのではないか北条宇治政が関東へ出軍し本国防衛のため党が言われている。 信長は謙信はこれ以上進軍することはないと判断し、総大将に、嫡男の織田信忠、佐久間信盛、橋場秀吉、羽長秀など加賀に出陣していた部隊を、市議山城工場の援軍として送り込んだ。この時の織田信長軍の総数は4万兵と言われている。一方、前回は、武田信玄の死亡によって謀反は成功せず、 今回も、上杉謙信が動かなかったことにより、久秀は、片岡城が落城したことと伴って窮地に陥ることになる。翌10月4日、どちらが放った日なのかはよくわからないが、多門日記によると、四季山、久門堂を燃えう々ぬと記載されており、現在の超後孫氏寺の微射門堂が焼け落ちた。戦いは、翌10月5日から開始された。 4万もの大軍が一斉に工場を開始したが、城名人が築城した、杉山次郎は、簡単には落城しなかった。この日の戦いを、和州諸将軍殿では、久秀の武将、飯田元次が率いる204人が切り出て、小田軍数百人が手負い、または撃たれたとあるので、松永軍の抵抗も必死であったと考えられる。戦いは持久戦の様相を呈してきた。 信長はこの日、久秀の出子、久道の息子で久秀の孫、当時12歳と13歳を、落中引き回しの上、六条河原野で斬首した。10月5日の戦いでは勝利した松永軍ではあったが、織田軍との兵力差は圧倒的であったため、もう一つの密約の相手である賢女に、死休援軍を要請することにし、その使者に森吉久という人物を選んだ。 森義久は10月7日、杉山次郎出発、翌10月8日、石山本願寺から、加賀鉄砲州200名を引き連れて帰城し、三の丸付近に配置した。森義久の報告によると、両三日中に、毛利軍から、さらなる援軍が到着し、そのようになれば、石山本願寺からも、さらなる援軍を差し向けることができると県女が申して、いたといい、久秀は喜んだという。 しかしこの鉄砲集200名が、杉山城落城のきっかけとなる。森義久は、筒井純慶の元府大で、純慶の居城筒井城が落城すると浪人となっていたが、その後久秀に主観し、その再覚から落城直前には、信頼を得ていたと思われている。しかし、義久は、杉山城を出立すると、そのまま純慶の武将、松倉重信の陣所に駆け込み、 死に山次郎の内情を知らせた。純慶は義久に金子三十両を与え、虎の子の鉄砲衆二百名を預け副兵とするように、命じたと和州諸将軍伝には記載されている。その後、多門院日記によると、とあるので、翌10月9日の午後6時前後より、すでに戦闘は開始されていたと思われる。しかし、再び総係の工場は、翌10月10日明朝からで、 織田のぶ田の許可を得て、筒井淳慶は前線に立ち、攻め上がった。これに対し松永軍は、弓と鉄砲で抵抗、門からも撃って、出たりし筒井隊は一度は押し返された。そんな中、天守に近い三の丸付近から、火の手が上がった。森吉久が率いる、鉄砲衆200名が反乱を起こしたので、これにより、軍としての統率力はなくなったようである。 松永久秀、久道不死は自害した。久秀は68歳、久道は35歳であった。また、安土城の天守のモデルとも言われている、杉山城の4層の天守櫓は、この時に炎上したと思われる。翌10月11日は、火の手がくすぶる中、雨が降ってきたようで、多門院日記によると、東大時代仏殿の戦いも10月10日、翌日も雨が降っていた。 と記載されている。手っ取り川の戦いでは、敗れた織田軍であったが、杉山城の戦いの勝利で士気を高めたと思われている。この後、橋場秀吉は中国政党へ、明智光秀、細川藤高は第二次丹波国政党に乗り出すことになる。金見狂気によると、松永親子は切腹史上に放火した。 多門院日記ではさらに遺体が焼けた後で首四つが安土城に送られている。山和鹿によると、同部分はダルマ寺に葬られ、丁重に埋葬したのは宿敵であった筒井純慶と記載されている。久秀が平雲茶釜に与えた破壊は、大田牛一が打ち砕きと記し、川澄三郎衛門は坂本城落城後の人々の思い出話を収録して、 鉄砲の薬にて焼き割り、微塵に砕けければと記している。久秀の最後を爆死だとする考説は、昭和時代の歴史学者、桑田忠一家が表した一般向け歴史書内で確認でき、発表順に、自決、自害、切腹した後に、自分の首を鎖で茶釜にくくりつけ、火薬で持って、この葉じんに打ち砕かせた、久秀は、天を仰いで探索し、天下の一品。 平雲の茶釜を首に吊るし、火薬に点火して、茶釜もろとも自爆したとあり、切腹が自爆へと変化している。上記のように、川澄太鼓記には、久秀の首と平雲が、鉄砲の火薬によって微塵に砕けたことが記されている。おそらくこの逸話が、徐々に盛り付けされて、久秀の爆死伝説が定着していったと思われる。そもそも、ひさ自害の翌日、安土城へ、 首四つが運ばれていることから、多門院日記、火薬で頭が砕け散ったという説は成立しない。以上のことから天野忠之は、平雲の鎌や、死に山城と共に爆死したというのは、第二次世界大戦後に生まれた俗説である。と結論付けている。この戦いは、純慶の活躍が目覚ましかった。地元ということもあるが、 純慶は着人以後何度か家臣たちと戦表情を行っている。これは信長より死後を拝命し武人として先人の名誉を受けたまわった以上、無意の日々を送っていては不中で奥したことになり、何としても城を攻め落とす必要があったのではないかとされている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。